その道具の名前は何ですか？充電ディスクグラインダーです。パイプを切ります。パイプ用の、塩ビ用の刃がついてます。これってよく使うんですか？めっちゃ使います。これがないともう始まらないです。始まらない。私は寝るとき横にいつも置いてます。横に置いてます。はい。充電式です。18V。はい。マキタ。ここがスイッチです。はい。はい。入れると。このカバーって絶対しなきゃいけないんですか？このカバーは絶対です。これカバーつけてないやつ使うとブーッです。はい、切れます。あとは、ここにバリが出るので、面を取ってあげる。面を取ってあげると、中に入りませんね。コツ、コツはゆっくり。ゆっくり。まっすぐ。まっすぐ。切ってください。もしまっすぐ切るのが心配なときは、太いやつだったら慣れてくると、例えばこう右のところで切りたい。一箇所だけ。まっすぐ。焦って早く切ろうとすると、例えばこう。タリフも来るから、そういうことはダメ、これだけこれはアウト。慣れないうちは1個出したらもう1個裏に目印、別に多くてもいい、2個でもいいよ。こんなの汚く切れるぐらいだったらガイドを行えば何かというと、ここでこういう、どんなに綺麗に切り出してもあんまりまっすぐになってない時があるから、そういう時はここで少し滑らかにまっすぐできる。完璧にもう、なんだろう、辛い位置で切るって想像できないから、だけどできるだけこうやって綺麗に切って。100とかどんどん太くなっていけばなっていくほど一発でまっすぐ切るの難しいから、なおさら太もんはなおさらこう不安だったら何箇所か切る。はい、これも100も一緒。サイズのやつは残念なことに100は今みたく7号みたくこういうふうにできないんですよ、ちっちゃいから、ここまでこれできるのはこのサイズでできるのは7号まで、100はできないけど、そういう時はやればあったきれいになりました、できるだけまっすぐ切る、面を取ったり、はい、こんな感じです。はい、ありがとうございました。